どうもー、パタヤンチャンネルでーす。今日ですね、コメント返しですが、私今お家丸ごと片付け大作戦の前なので、というか明日からそれをするんですよ、個人的に。だから子供たちの洋服の何あれ、引き出しのやつ、クリアケース、あそこにシールいっぱい貼ってるから、それちょっとな、そこ当日までに剥がしときたいなって、なかなか剥がさへんかって。今もう夜中12時前なんですけども、今からちょっとやります。1時間だけね。こんな感じ、こういう風にシールいっぱい貼ってんのよ、ご覧の通り。これを全部剥がしていきたい。それを今からします。それをしながらコメント返しも。で、ここにはこの上にはこういうのがあって、ここには冬物とか入れてんねんけど、これは一番末っ子ね。だからここの上に台を置きながら削っていこうかなと思って、1個ずつのシールを全部上から片付けていく。よし、ここ剥がしながら、しかももう酒飲みながらやっちゃいます。はい、お疲れです。ああ、まあいい。だから旦那に携帯を、旦那さんが携帯貸してくれて、もう旦那は寝てますから、これを見ながらやっていきたいと思いますが、なんかシール剥がすのにニベア塗ったら剥がしやすくなるって言ってたから、ニベア塗ってみようと思ってる。で、これはシールのゴミをここに入れる。あれ、コメント返しせよっていう感じだけど、まあ待てよ、まあ待ってくれ。とりあえずちょっと待ってね、一回剥がすのだけちょっとやっていこうか。だいぶ前のやから、剥がしやすいシールと剥がしにくいシールが何が嫌ってわかる？このシールの周りの枠、こんな反応もやめてほしいねんけど。ほんで私がほんまここにいっぱい貼ってて、こっちのここのこの切ったここに、ここがシールだらけやって、これ全部剥がしたんや、一生懸命だいぶ前に。ほんで貼りたいって言うから、じゃあここやったらいいよって貼って、それもやめさせといてよかったな。そういう感じ。ということでコメント返し、あ、ちなみに今飲んでる焼酎はですね、えっこちゃんが送っていただきました一個もん、これ大好き。もう一個何やったっけな、天使の誘惑じゃなかった、魔界のなんか誘いみたいなやったかな。それはちょっとまたバタヤン宴会で飲ませていただいて、これはえっこちゃんからいただきました、ありがとうございます。バタバタ飲み会の時のね、ありがとうございます。じゃあシール剥がす前に、はい、これたくさんあるのでね、普通のコメントはちょっと読まないで、質問されてる方だけ読ませていただきますね。いちごりんごさん、レイさんに質問。1、 A ちゃんは平日の晩ご飯どうされていますか？社員食堂7あるのでしょうか？2、今一番欲しい家電は？まだ間に合うかな、答えてもらったら嬉しいな。じゃあまず一番初め、 A ちゃんの晩ご飯どうしてますか？うち A ちゃんは帰ってくるのが夜の、これ塗るって言ってね、夜のね、もう10時とか11時からお腹空いてるから家帰ってきて食べるっていうことがないの。だから私たちが夜ご飯として食べているものを朝ご飯に食べてはんのよ、基本的には。で、夜ご飯はね、なんか適当に食べてるって言ってた。どうやって食べてるのか知らんけど、適当に食べてるって言ってた。まあ、コンビニで買ったものを食べてみたり、なんか今とかやったらそうなんかな、そんな、どっかお店とかもあんまり行くのあれやろうから。これ待って、全然取れへんやん。これでちょっと。でもう一個の質問なんだっけな。今一番欲しい家電は？家電か、家電か、特にないっちゃないんだよね。なんか家電な、家電じゃないけど、あ、欲しいなと思ってんのはね、サラダの水切り、くるくるくるってまさに水切れるっていうやつ、あれを使ってる人がだいぶ前コメントであって、それがやっぱり
めちゃくちゃ水切れがいいからドレッシングの減りが遅くなるって、やっぱりドレッシングがさ、なるやん、水っぽくなるやん、結局なんか一生懸命私はボールでこんなんやってるけど、だからそれが欲しいかな。家電は特に今のとこ欲しいもんないかな。これ買いたいとかって家電はないわ。食洗機みたいなの別に欲しいとは思えへんのよね。そんな感じ。続きまして、あ、これまだ、これはあれじゃないな、どれどれ、質問です。リエコさん質問です。先日稲垣吾郎さんがジェスチャーゲームみたいなのをやってて、桑畑から桑畑リエと言っていたので、え、なんでとびっくりして調べてみたら、2004年頃ゴローズバーという番組で共演されていたんですね。もしよかったらその時の思い出話を聞かせください。稲垣吾郎さんのファンなんですかね。私はオーナーって呼んでるんですけど、ゴローズバーって言って、稲垣吾郎さんのゴローズバーっていう番組やねんけど、まあそういうバーがあるっていう体で、そこの従業員ホステスみたいな役柄で、そこにお客さんが来る、お客さんのトークを聞くみたいな深夜の番組やってんけど、思い出話か。オーナーとか稲垣吾郎さんの思い出話やんね。何かな。だから当時はさ、まだスマップも解散されてなくてさ、こういうシール取りやすいの絵は、ザ・スマップの稲垣吾郎さんや、2004年言うたら。オーナーとの思い出、とにかくオーラはあんねんけど近寄りがたいような存在ではなかった。なんか、なんかそこにはシャカっていう鍋プロの芸人さんと次課長もいたし、あと森三中の大島ちゃんもいたし、いろいろ女芸人がたくさんおってんけど、バーやからね、ホステスのあれやから。思い出話、ごめんね、一回目通しとけって感じでしょ。もう目通すと余裕もなかった。思い出話、何かな。私は全然飲みに行ったりしない。友近とか次長はよう一緒に番組全然関係、あ、でも一回ロサンゼルスに行ったんかな、ロケで。その時オーナーっていうか一緒やって、その時もねすごい優しかった。なんか それがなんやねんっていう感じだけど、その時スマップさんがロスで、あ、どこやったかな、ロスやったと思うねんけど、なんか CM 撮影するからそれを取材に行くって言って行ったかな、ゴローズバーのロケで。あとそこのところでいろいろなロケもさせてもらったけど、とにかく思い出話って言われたらないな。思い出話しかないパターン。思い出話、そのスマップと一緒に何かやってて思い出がないってなんやろ。あ、でも木村拓哉さんが何回かそこでゲストで、お正月とかの時にスペシャルゲストみたいなんで来ていただいてんけど、ほんでその時にみんな、いや、もう言うたら「キムタクやで」みたいになって、ほんでみんなで楽屋挨拶行こうって言って、みんなで「今日よろしくお願いします」って楽屋挨拶してんや。ほんならオーナーが、五郎さんが「俺の楽屋に挨拶来たことないのに、なんで拓哉のとこだけ行くんだよ」って言ったのが覚えてるかな。あと全然稲垣吾郎さん関係ないねんけど、それこそ正月ドッキリみたいなのがあって、正月ドッキリがあって私にドッキリかけられて、酒癖悪いということで。俺それはどんなドッキリかって言うたら、
私がどんだけ酒癖悪いかって言って、なんか合コンという設定で、あの時誰か一般の男の子と私と芸人さん、女芸人4人と男の子4人みたいなんで、とにかく酒ガンガン飲んでて、私がほんでなんかもうなんかとにかくとんでもない酒癖やねん。もう、もう男の子にもうチューさしてやみたいなの言うたり、ベロベロになった時に、私の覚えてる記憶よ、パッて目開けたら私のお父さんが立ってんのよ、目の前に。でお父さんが、リエ何してんのお前って言われて、その記憶だけやんねん私は。ほんでオンエア見たら、ベロ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 だよあれ。今の時代やったら YouTube とかで配信されてそうなぐらい。もうその時の VTR とか多分ないやろうな。信じられへんベロベロやで、ほんまに。あれはあかんわ、なんぼなんでも。これこうやってなじませんのかな、ちょっとなじませといてよかったんかな。うわーめっちゃ出てきた。ちょっと待って。稲垣吾郎さん打ち上げとかも行かしてもらったりとかして、あと泊まりのロケもあって、まあ、一個言うと大してないっていうのが思い出が、スタッフさんとかの思い出やったらいろいろ。それこそそうや、そのゴローズバーの打ち上げで私がベロベロなって、それも私は記憶にないねんけど、私がなんか泣きながら、アホやから笑って泣きながらそこをバーって出ていったら、みんながほっとけほっとけって言ったけど、次長がいや危ないって言って私を一人で一生懸命探してくれて、私は記憶にないねんけど、ゴミ箱にケツから突っ込んですって寝てたっていう、こんな女は何なんだと思ったっていうのが、それが次長が私に対する思い出やけど、すいませんね、なんせ深夜なもんでテンションもこんなんやわ私。ちょっと待ってね、いろいろ。山本美希さん、メイク動画見てみたいです、お願いします。ほんまに何にも変われへんけど、一回やってみる。でもさ、メイク動画ってさ、なんか本当にすごい綺麗になったりするんやったらええで。なんか画面のとこでビフォーアフターでどっちかにモザイクかけるんやろ。何の引きがあんのって感じやけど全然撮れへんねん。ほんでこれ何、もうちょっとふやかしとかなあかんのかな。一回薄っぺらいところ取ってから、このわかる、このプラスチックみたいな、プラスチックちゃうなこれ、上のシール取ってから、そこに細かいシール貼ってら、ちょっとこれわかった、全体的に塗って塗っとこうかな、今のうちからこの辺とかも塗っとくわ、塗って湿らしとこう。すごい火事や、すごい音聞こえるやん。ちょっとこの辺にもニベア塗っとこう。このニベアは何かって言ったら、この蓋がなくなってんねん、蓋が上の。もう何でもなくなるわ、スマホもなくなるし、この上の蓋もなくなるし。この上の蓋はどうでもいいねんけど、まだね、今日これで使わせていただくから、スマホは出てきてほしいわ。でもこんだけ探してないってことはもうどっか行っとんねんな、これ。ちょっとここだけちょっと塗っといて、ちょっとこれちょっと塗って油が油分がなんかなってる間にしとこうかな。これをこう剥がして、これはちょっとやってる間にもう一個いこうか。これは結構剥がしやすそうなシールやわ、素材的に。
これはちょっと剥がしさせていただきます。皆様シールなんかどうでもいいのかな。柔軟剤何を使っていますか。レノアの緑色のやつ。だからもう風呂、いや初めはレノアの、もうレノアも10年ぐらい使ってるかな。でいろいろさ、その後いろいろ紹介してもらってやんねんけど、子供がずっとそのレノアに慣れてるから、他の柔軟剤があのバスタオルとかはええ匂いって言うねんけど、洋服になったら自分の香りみたいなんがあんねやろ、あれだからあかんてなんの。私は他の柔軟剤に変えたいねんけど、で今レノアの緑色です。ファンデーション何を使ってますか。ファンデーションか、うん、私ねネーミング覚えへんち持ってくるわ。ネーミング覚えへん、エクスボーテ、うん、エクスボーテのクッションファンデ。そう、ほんでその上に最近何だっけな、なんかこれ、ほんでなんかうっすらハートみたいになってんねんけど、わかる？これほんでこれはなんか女子高生が買うような雰囲気のところに置いててんけど、いやなんやこれなんか良さそうと思って、なんかねあの子や、小松菜奈ちゃんがなんかこの宣伝みたいなんで顔写真がこれの商品の横にあって なんて書いたかな、アプリ級の肌のなんちゃらって書いて、なんかアプリでよう肌変えたりできるやん綺麗に。だからそういう機能があんまり分かれへんから、あじゃあこれでアプリみたいな肌綺麗なのかなと思って、まあ、これもう持ってからだいぶ時間経てるからもう どうにかなってるけど、そんな感じ。リーさん質問です。いつもハナマサなどで買い物お買い得食品を買っていらっしゃるけど、月の食費がおいくらぐらいですか。だいたい5万円かな、5万円から7万円。うん、なんでそのうん、5万円10万は絶対いけへんな。あでももし外食とかしたらそうやっていくかもしれんけど、今もほとんど外食もないやん。俺ちょっとお惣菜買ったりする時もあったらもっといくかな。じゃあ大体でも6万ぐらい、5、6万ですね。はい、で基本的に私お米とかあの旦那のお母さんが、あじゃあ旦那のお姉ちゃんがお米とかをいつも大量に送ってくれたりして、であるって言われてなもうないって言ったら、じゃあ送ってあげろって送ってくれんねんけど、最近はもういろんな方からもうお米を送ってたから、 TM さんやったかな、 TM さんからも最近あの送っていただいたから、もうお米またそれもねおしゃべり料理でちょっと紹介させていただきます。おいしそうな、ありがたいわ本当に。だから米をそんなに買わないのよね。なんかなくなったなと思ったら誰かがお米くれんねん。このファンの方やったり、あと友達とかあの実家が農家やってるからとお米くれたり、だからお米が家にないっていうことがないかもしれん。だからお米って結構食費かかるやん。だからお米がいっぱいいただいて、なくなったら誰かがどこからいただけるみたいな感じ。それがありがたいよね。質問、そのそのさん、お家に遊びに来たことある芸能人は、小原さんの家以外でリエッティがお家に遊びに行ったことある芸能人いますか。またお家に行ってみないたいなという有名人いますか。私は DIY に興味があり、所さんやひろみさんや森泉さんのお家が見てみたい。なるほど。
お家に遊びに来たことのある有名人ほとんどないな。有名人、あ、お家に来た、今のお家、今のお家に来たことあるんやったら、まあ女芸人はね、森三中、大島ちゃん、村上ちゃん、あのママ芸人みたいな、あと北陽とかマーコちゃんとか、その辺やろ。あと芸能人、中田亜希ちゃん、家近所やね。あと小杉くん、ブラマヨの小杉くんも家近所やから来た。昔ね、よう奥さんが初め全然友達がおれへんからって言って、今も友達いっぱいそうな感じで連絡ほとんど取ってないけど、せやな。なんかテンション低いわけじゃないねんけど、これやりながら、わかった、これ喋るだけにせなあかんねやっぱり。あ、でもこんなテンションでもいいか、いつもおしゃべりよりもこれぐらいやもんな。すげえな。待って、今これ染み込ましてるから、染み込ましてる間にさっき染み込ましたやつが油が回ってんちゃうか、これ。あと、ほんまに一人暮らししてる時やったら、草野仁さん草野仁さんロケで、草野仁さんと浅草キッドさんがなんか女芸人の家を見るって言って来てくれたのがあるのと、あとは堂本剛君、一人暮らししてる時はね、そうそうそう。んで私が焼きうどんを作って堂本くんに、剛君に食べさせるっていうのがあったかな、確か。この家に来たことある芸能人って言ってなかったかな。そんな話、芸能人の友達いてないのよ。なんか。んで、その中田ちゃんとか、ハルヒンとかめっちゃ仲いいけど、ハルヒンも来たことあるけど、あれ。私が仲良しの芸能人の人ってザ芸能人っぽくない、普段から。なんか私話合えへんねん、ザ芸能人の人と。だからハルヒンとか今名前が出た人はザ芸能人なんだろうけど、なんか性格がなんかその緊張しない感じの人たちだから、ありがたいな。だからすごい、誰かの家行ったことある、小原さん以外で家行ったことある、王ちゃんやろ、大島ちゃんやろ、森さんちゃん、あと芸能人の家、あ、梅沢富美男さん、全部ロケやな。プライベートでは行ってない、梅沢富美男さんの家。ロケで行ったことあってもプライベートで行ったことはないかな。プライベートなしやね。あとゆりさん、あ、誰か行ってみたい、お家に行ってみて、さんまさんのお家って行ってみたい。あの人どんな家住んでるか全く想像つけへんのよ。私そんなことない。でもなんかさ、すごいこだわりがあるやん、車にしろ、なんかブランドというかキャラクターやったりとか。だから家の中がなんかゴミゴミ言うてあれやけど、なんかいろんなの飾ってんのか、いや家の中が想像できへんね。テレビも何台もあんのかなとか。さんまさんのお家は一回行ってみたいな。ゆりさん、りーさん、質問です。桑畑家の、教育方針というか、どんな風にお子さんに育ってほしいと思っていますか。なるほど。これはですね、桑畑家のというか私のですけども、うまい。私長男が生まれた時は男やし、一人で生きていける強い男に育ってほしいと思ったけど、今はもう一人で生きていくような男とか人間になってほしくないなって。逆に言うと一人で生きていかない人になってほしい。困った時には困ったから助けてっていう友達を作ってほしいし、
困ってるから助けてっていう友達ができてほしいし、とにかくいろんな人に愛されるような人になってほしいなという、とにかく一人では生きていかない人。全然取れへんけど、何これ、なんか取れる方式ないんかな。そんな感じです。教育方針でもね、一応ね、教育方針の一つとしては、私と旦那に共通してることは、まあ、中学受験はしないんだけど、小学生のうちはとにかく勉強も大切やで、勉強も大切やけど、とにかくいっぱい遊ばしてあげようという。だからもう最低限宿題とかはせなあかんけど、ほんで勉強も遅れてんやったら一生懸命一緒にやるけど、とにかく小学校の間は、たくさん遊ぶ、たくさん遊ぶ中でいろんな人間関係の勉強をしてほしいですというふうな教育方針でございます。そして、質問、梅ちゃんママさん、他人の箸の持ち方は気になりますか？トイレを我慢して冷や汗事件な経験ありますか？なるほど、他人の箸の持ち方気になりますか？めちゃめちゃ気になります。あの、だからうちの子供たちも誰一人ちゃんと持ててないのよ。だからちゃんと教えなあかんなと思うねんけどさ、だから教える、だからうち、私3人兄弟で、私妹弟もうすっごいパン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 叩かれて育ってんねんけど、でうちの弟にも子供3人用の男3人もう全員箸の持ち方めっちゃ綺麗。やっぱりうちの弟がもう箸の持ち方は絶対ちゃんとさせなあかんって言ってめちゃめちゃ怒ってんて、私それがあのうちの弟めっちゃ優しいねんけど、なんかそういうところはちょっとちゃんとするというか昔ながらの人間とかあるから、だから人のお箸の持ち方は気になる、うん、そうですね、持ち方気になる。だから小原さんも持ち方めっちゃ下手くそやって、でもテレビとか出てあれと大食いとかするやん。で大食いとかするときにやっぱりお箸の持ち方が変やとそっちに目がいってなるから、だからって大人になってから矯正箸で綺麗にお箸持つようにやってた。だから私、うちの子供もあの遊び感覚で一回なんかやってみたいな。それこそ YouTube で、あのね、次男はね、一回ちょうどいい時期にね、お箸の持ち方先生みたいなんで一回なんか雑誌の取材でやったのよね。だから一回すごい上手に持てんなと思ってんけど、また最近変な持ち方、完璧じゃないのになんかまあまあ持ててる感じやねんな。で一時期なんか話題になってたよ、夕方のニュースで、あのうちのなんか誰かがなんか投稿したんでしょ、うちの娘が、お箸の持ち方があんまり上手じゃなくて、んで、学校の先生がお箸がの持ち方が上手じゃなかったらお嫁に行けないよって言われたって言ったんですけど、これどう思いますかみたいな、そんなことでお嫁に行けないなんて言うのうんぬんかんぬんってやってんけど、いやお嫁に行けれへんわけないけど、先生はそれ昔ながらの人やろうな。お箸の持ち方が下手くそより綺麗な方がええに決まってんねんから、そもそもが。だからそのお母さんはそんなことってわーっと怒るんじゃなくて、子供にそんなん言われたって言ったら、お嫁にはいけるけどお箸の持ち方上手になった方がいいと思うよって、ご飯も食べやすくなるしっていうことを言った方がいいんちゃうかなと思って、その夕方のニュースを見てたけど、トイレ我慢して冷や汗な事件、トイレか、トイレな。でもさ、旦那とさ付き合ったばっかりの頃、ほんまワンルームの言うたユニットバスで、ワンルームやからさ、トイレ入ったらなんか旦那とかがおしっこしてる音が聞こえるわけよ、ね、だから私も自分がおしっこする時とかめっちゃこうゆっくりするみたいなのもあんねんけど、ある時さなんかもう台をしたくなってね、でこれジャーって水流しながらやんねんけど、
ジャーって流しながらやるねんけど、ジャーって流して最後の方ほとんど音が終わりかけてることにブリブリブリって出て、あの時は嫌やった。なんでなん、私はよしもうよし今出る今出るよし今出るぞってバッてジャーって流して今出るぞってもうギリギリまで我慢してジャーってやったのに、全然ジャーってすっごい音でっかい時に出ていいのに、もうチュルチュルチュルってちっちゃくなったけどバババって出て、それかな、冷や汗というか何汗、あれあれは家でほんまに、そうやな、トイレ我慢してそれぐらいかな。これ前もって、そうやな、前もって一回目通しとかなかった。ごめんなさいね、皆さんのあれは、あのいろんな普通のコメントもあるんですけど、それはちょっと今日は読まないでおきますね。私がこれハートマーク押してないもんね。あのね、すっごいバタバタするときハートマークも押してないね、これあかんわ。たか212121U さん、 D さん質問です。日テレポシュレでおすすめのいまいちなもの何か教えてください。私は、振動マシンが気になってます。なるほど、ブルブルボーテみたいなやつかな。はい、日テレポシュレって何ですかって言ったら、関東地方だけで流れている通販番組なんですけど、それに出させてもらってて、だから今ここに見えてないけど、ここに何あれトランポリンあんねんけど、このトランポリンは良かった、うん、今子供も使ってるし私も使うし、結構ちっちゃいのよ、ちっちゃいから、だからほんまなかったらもっと部屋広くなんねんやろうなと思うけど、これはこれで良かったかなっていう感じかな。であとね、私が一番買って良かったなと思ってんのが、もう多分今売ってないねんけど、毛布で、電気毛布じゃないのよね、電気毛布じゃないねんけど、もう入った瞬間電気毛布のようにあったかい毛布があんねん。言うたらもう布団いらずみたいな毛布で、それも洗うこともできんねん、乾燥機はかけられへんねんけど、それはもう一個買っとけばよかったと思ってる、めちゃくちゃあったかいから。自分で買うやつまで。でブルブルボーテね、ブルブルボーテは今ポシュレの多分振動マシンってブルブルボーテのことやと思うね。結構ちっちゃめでブルブルブルって震えるやつ、今日テレポシュレで一番売れてんねんって、一番売れているらしいですよ皆さん。そして今日これはに、うん、せやな、一番売れてるって言ってたよ。ハズレのもんか、ハズレのもんもあるんやろうけど、基本的にないかな。なぜかというと、あのハズレのものを売ろうとしないから、あの通販番組、通販も結構お金かけてやってんのね。それで売れない商品を鼻からしないっていう感じ。でもこれいらんなと思ったやつ、買ってもいらんかったなっていうやつはないかな。あと今使ってるお財布は、あのポシュレのお財布なんかすごい使いやすいお財布。ほんで、うん、それがほんまは4万9800円やってんけど、期間限定で1個1万円ってなってん。だからその期間限定の時に2つ買ったどうか。ほんま3万9800円やってんから、期間限定であれやったら、だからお財布ね、シンプルなお財布かな。あとなんかすごい買ってよかった、むっちゃ商品あるからな、ただでもらえる時もあんねんな。何やろな、でもね、韓国セットみたいなのがあったけど、あれは美味しかったかな。最近の韓国のセット、あれは美味しかった、むちゃくちゃ。だからね、いろいろ物、家がね、いろんなそういうもので溢れてくるから、なるべく電化製品類はいらんと思ってまうのよ私、家が物で溢れちゃうから。やっぱこれ前もって塗ってんのはいいかもしれへんな、前もって塗ってんのいいかもしれへん。よし、
っとずつ、またまたあるやん、シール。そうでしょ。よいしょ。あ、先生、ポシュレで一番いいの忘れてたよ。ポシュレで一番いいのはですね、奇跡の一枚、じゃあ最後の一枚という、桑畑小原の桑畑理恵さんが宣伝してがプロデュースした、補正下着です。それもめちゃくちゃ売れています。売れる時と売れへん時があるんだけど、やっぱ夏前が売れるらしいわ。夏前にみんな急遽その体を引き締めたいと思うんやろうね。でもあれはほんまにもういろいろ改善されてヒップアップされるから、ただやっぱりね、それ履いてるだけで痩せるって言われるけど、履いてるだけじゃやっぱりそれだけで痩せるっていうのはないと思う。あのずっと履いたらまたあれかもしれんけど、やっぱり運動することも大切ね。もちろんもちろんそういうことです。肩凝るわ。質問です。お財布は、しおりんさん質問です。お財布は夫婦別ですか？ A ちゃんはお小遣い制ですか？週末以外の時のご飯は A ちゃんは自炊してますか？週末以外の時のご飯は A ちゃん自炊してますか？普段は聞けないお金の話聞き気になります。お財布は夫婦別ですか？いや、私が全部お財布は握っています。もう旦那さんにお給料全部いただいて、そこからお小遣いを、はい、ありがとうございました、お給料、そして、これがあなたの今月のお小遣いです、まあ、その金額は旦那さんのあれがありますから言いませんけど、ほんで私の給料と旦那の給料2人合わせた中で貯金したりとか全部していってるって感じ、うん、私はね、自分の家がそうやったからそれ以外のことが分かれへんかってんけど、家によったら奥さんが旦那さんね、旦那さん働いて専業主婦の方が奥さんに、じゃあ1ヶ月これでやってねってお金もらってやったりするっていうのもあるんだよね。とかそういうのが、うちの家は家っていうか、あの実家はお父さんがお母さんにお給料を渡してやってたから、ちょっと待って、これシール塗っといてよかった、シャーブラニビア塗っといてよかった、ちょっとニビア擦り込ましとこう。シール剥がしみたいな、このシールもな、もう貼ってから何年も経ってねえやろな。もうベッターってすごいわ。キッシュって。うん。週末以外の時の週末、平日 A ちゃんは自炊してますかってことですか？平日自炊なんかしないな。自炊っていうのはどういうことですかね？自炊しないですよ。朝私寝てるから、朝旦那の方が早いから、お味噌汁温めたりチンして食べてるって感じかな。で、結構に週末私が仕事とかあったらお昼ご飯作ってくれたり、そういうのはする、子供にね。多分旦那もやけど、自分一人のためだけにご飯作るってないんちゃうかな。子供があるからなんか作ったりはするんやろうけど、だからどうなんやろね。私もこれから子供が家出て行ったらなんか作ったりするのかな、一人自分のためだけに。もう毎日つまみみたいなしか作れへんと思う私、ほんま。でおしゃべり料理もほんまに子供が全員いいから巣だったまだやるとしたら、簡単なご飯作って毎日おしゃべり酒場やな、発揮しようって、そうなるとしか思えないわ本当に。ほらもう結構空なってんねん、あの子供の服だけ全部出してね、いるいらん分けていったりして、なるべくここ、うん、じゃあ結構ここも全部今まで埋まってたのに、いらんのあったやんって言いたくなるような、ね、質問というか悩みなんだけどいいかな。豆タンク、豆タンクさん、私若い頃に友達から選んでもらったメガネは、メガネはめで友達に会いに行ったら、あんたブサイクやん、化粧してもブサイクやんって言われてから、メガネコンプレックスなんだ、
旦那や娘はコンタクトよりメガネの方が似合うって言ってくれるけど、外にメガネして出ていくのが未だに怖いし自信がなくて、どうしたらいいかな。なるほど。あのね、メガネ、ブサイ、ほんまのブサイクな人にブスやなって言われへんってよう言うけど、それはほんまにあると思う。だから多分なんか嫉妬して言ってたのかっていうのもあるんじゃない。例えばほんまにさ、メガネしてて全然メガネ似合ってない人に、いやメガネ似合えへんって言われへんくない。なんかほんまに似合ってない人に言えなくなる。なんかいやそんな人見たことないけど、でメガネも似合うメガネと似合えへんメガネがあるやろうから、ほんで何、旦那や娘はコンタクトよりメガネの方が似合うって言ってくれるんでしょ。旦那と娘の言うこと聞いたらいいじゃない。ほんでそもそもが別にメガネコンタクトでもいいんやったらコンタクトでもいいし、自分がメガネ、旦那さんたちがあのメガネの方が似合うよって言ってくれて、メガネかけて外行った時になんかドキドキしながら、私やっぱりメガネ似合ってないかなって思いながら歩くぐらいやったら、メガネはしなくていいし、いいと思う。あのそもそもその友達なんやねんいう感じやけどね。なんかそんでもさ、トラウマじゃないけどちょっとしたことが一生なんかあるとかあんねんな。本当にこれいいことも悪いこともね、人に褒められたことで人生プラスに変わる人もおったら、人にけなされたことで人生がもうどんどんマイナスになっていく人もおるから、だから人になんかもう爪がなんかもうめくり上がって持ってる。私はだからいいや、メガネしいと思いません。もうでもメガネしたらええと思うねんで、私メガネしたらええと思う、メガネかけて外出たらええと思うねんけど、それで自分がなんかいろいろ考えながらメガネかけなあかんぐらいやったらメガネせんでいいかなと思うけどって感じです。サーチンさん、質問、前にホームベーカリーをブログで使ってたの見たんですが、その後は使ってますか、使った感想を知りたいです、購入するか悩み中です。なるほど。あのね、結局使ってない。なんでかっていうと、やっぱあの時ホームベーカリーを使った理由は、自粛期間中で何にも子供たちにも楽しみないしと思ってやってんけど、なんやろうな、しょっちゅう作ってから。ホームベーカリーもあれ、いろんなモードがあるのかな。あ、私のやつはすっごいもう10年ぐらい前の古いタイプのやからあれやけど、パン以外のこともできんのかな。私だからもうほんま捨てようかなと思ってんの、今家にあるホームベーカリー使えへんから。でも焼いたのはめちゃくちゃ美味しい。もうやっぱ自分で作ったピザもそうやん、ピザもそうやん、もうそれぐらいめちゃくちゃ美味しいねんけど、なんか分量測ってやったりするのがめんどくさかったかなっていうので言われるけど、でも一回買ってみてもええんかな。一言で言うと、しょっちゅうパン食べる結構めんどくさいから使わへんかもしれん。もうその人の性格次第やな、その商品がどうとかじゃなくて、その人の性格だと思うで。もうなんかそのだから私も言うたらピザね、最近手作りピザ作ってるけど、あれもなんでかって言ったら、やっぱり性格というかさ、あのピザって宅配ピザってめちゃくちゃ高いやん。なんか安いって言ったって1枚1000円するでしょ。1000円が安いって思ってる感覚がやっぱおかしなってんのよ。1枚2800円とかもあるから。だから私はピザを買わ、あのあんまり宅配ピザってあんませえへんねんけど、でも1枚だいたい2000円ぐらいするピザを家でやったら、もう原価的には500円ぐらいでできると思ったら、むちゃくちゃ美味しいしできる感じ。でも食パンって
めちゃくちゃ美味しく なくてっていうか、普通の職場もめっちゃ美味しいのあるやん。そんな1000円も2000円もするような食パンじゃなくて、普通に158円とか128円とか。だから結局そっちを買っちゃうのよね。だから買うのか迷ってる。ほんまに作るかどうかやな。自分がすっごい、あ、肩痛い。作るかどうかやな。私もええよって言いたいけど、自分がもう捨てようかなと思ってるから、どっちか言ったら置いてたら使うかなと思って言って、10年間置いてて3回しか焼いてないね。なんかで景品で当たったのよね、なんか昔の忘年会かなんかで。結局や、結局のところ。だからコーヒーマシーンみたいなのもいらんの。あのコーヒーマシーンみたいなのも、あのなんかあれ洗浄みたいな背中の大変やん。もうインスタントの粉入れて、それでお湯注ぐだけで私十分美味しいから、そっちが口慣れてるし。そんな感じ。皆さん、ああなるほど。ひかりさん、りえさんはよくドラマ見られていますが、今まで見たドラマで一番好きなドラマ主題歌は何ですか？ドラマか。一番好きやったドラマ。一番じゃないかもしらんけど、いいなって思ったドラマ。子供たちに見せたいから DVD 買おうかなと思ったやつもあったな。あれ何やったっけな。なんかすごい。いい話みたいな。でも恋愛でもさ、結局一番いいドラマというか、まあすごい興奮したというか、どうなんのっていうふうに思ったのは、ベタかもしれへんよ、あれやな、あれ不倫のほら顔も出てきてんねんで、斉藤匠くんと女の人と。ドラマタラララーラ、あれタラララーラ、何やったっけあれ、不倫のほら、何やったっけ、くそ全然思い出され。全然思い出されへんぞ。あかん、これもノロニベや。何やったっけあれ。これね、見てるな、もし見てくださってる、あれやんか、もうあれあれって分かる人と、私と一緒に悩んでる方いっぱいいると思うねんな。私と一緒に悩んでる方、そして何のドラマのことか、チンプンカンプンの人、チンプンカンプンの方。このシール好きやわ。このシールすぐ剥がれるシール。もう50分ぐらい回してるやん。一回止めようか。一回止めよう。またそのドラマだけ思い出すか、ほんなら。これ2本ぐらい、2、3本に分けるわ、これ。もうずっとこんな1時間も2時間もあかん、これ。そうだなぁ。何やったっけ、あのドラマのタイトル。タラララララ、スーパーでさ、学校の先生とスーパーのレジ売ってるおばちゃんじゃないのよ。何やったっけ。よし、一回止めて、一回ちょっと見て。ということで、来週は私はこのタイトルを思い出すところから始まると思います。ということで、質問返し、ちょっとよくわからない。もう今1時前ですから。1時半までやろうかな。ということで、一回これ終わりまーす。あれ？こんな終わり方でいいかな？なんかごめんなさいね。なんかどうせ、だらだらの回になっちゃいまって。ごめんなさい。なっちゃいまってって何？